アメリカ空軍の軍人と記念撮影をするピーポくんの着ぐるみピーポくんは警視庁のマスコットキャラクター。都民と警視庁の絆を強めるため、親しまれ信頼される警視庁をテーマに警視庁のシンボルマスコットとして1987年4月17日に誕生した。名前の由来は人々のピープルと警察のポリスの頭文字から。 ほぼ全身が黄色であり、耳が大きく、腰にはベルトを締めている。ピーポくんは特定の動物ではなく、いろいろな動物の可愛らしい部分をイメージ化して作られたものである。顔が大きく、体が小さいなど、愛着のあるキャラクターとして、幼児向けの要素も盛り込んでいるが、大きい耳や触覚のようなアンテナ、見開いた目には、それぞれ以下のような役目を持つとされる。 1987年4月17日にキャラクター制定ピーポ君はもともと警視庁広報課が発案し、キャラクターデザイナーと共同で制作したもので、その著作権は警視庁に帰属し、商標登録もされている。そのため、テレビ番組やコミックなどでピーポ君をモデルにしたキャラクターを登場させる際には、ピーポ君などと言い換えられることがある。 当初は防犯ポスターなどに使われていたが、その後、ぬいぐるみや携帯ストラップ、メモ帳、消し、ゴム、マウスパッド、テレカ、T シャツ、キーホルダー、防犯ブザーなど各種グッズが制作、販売されるようになった。また、警視庁公式ウェブサイトには、至るところに、ピーポくんが登場する。さらに、警視庁管内の交番や、警察署の各か口などには、 ぬいぐるみやポスター、縦看板などが置かれていたりもする。2002年4月17日からピーポくんの歌が使われ始め、イベントなどで利用されている。作詞作曲は清水道代で同年2月に採用された。CD は非売品。2016年以降に発表されている広報用映像やウェブアニメなどでは、声優の原夏子が声を担当している。 刑事ドラマなどでの登場も多く、この種のマスコットキャラクターとしては、好意的、かつ認知度も高いキャラクターである。ピーポくんには、家族がおり、父母賄定、さらに祖父母もいる。それぞれの容姿は、ピーポくんをモデルとしており大きな形状変化は、見られない。彼らの肉声は、ウェブ上で聞くことが可能である。ABC フジテレビトリビア普及委員会。 トリビアの泉平の本一講談社、2003年。ピーポくんの紹介。警視庁ピーポくん30年。実は7人家族永遠の子供毎日新聞2017年5月1日。原夏子のツイートピーポくんの家族紹介。ありがとうございます。